とですね、まず樋口先生にお伺いしたいんですけれども、まあ、先ほどもあのスマホのゲームであったりとオンラインゲームの話、これ、WHO の番組の中で、やはりこれを対策していくべきだということをリードされたのは樋口先生だということを書物で読みまして、今日本当にいろんなことをお聞きできることを光栄でされてございます。えっと、先週のののの土曜日6月30日月にでですね十日町の商工会議所で30代の男性の職員が 1> 約1000万円を着服してほぼ全額をスマートフォンのゲームに使っていたことが判明したとで懲戒解雇になったと報道にもあったんですけれども、まあ、他にもスマホなどのオンラインゲームを中心に依存症状態になって、まあ、多額な課金を繰り返すという先ほどガチャという言葉も出てきましたけれども、まあ、その結果起きた事件というものも最近はちょっと目にするようになってきたなというふうふに思うんですがあのこのスマホゲームで、まあ、依存症状態になったという方々に対して、まあ、あのこの多額の 課金を繰り返す仕組みっていうのは、ある意味、私、ギャンブル的要素だと思うんですけれども、今回のこのようなあのギャンブル依存症対策であったりとか、そういう法案法律という部分で、こういうスマホゲームだったり、オンラインゲームっていう人たちも、同じように救われるべきだと、同じように手を差し伸べるべきだというふうに思われますか、先生は。ははいいい参考人、はい、お答えいたします、えー、ますずあのゲームの 依依存存とそれから、えー、ギャンブルののいうのはあのやっぱり分けて考えるべきだと私は考えています。えー、ギャンブルの場合にはそのお金を、えー、その得ようということが、まあ、あって、えーまあ、それでまあお金をかけてある一定の割合で返ってくるというそういう話システムですけれどもで、まあ、あのお金がその得られたらそれがまあ喜びにつながるということですね。ところがあのゲームの場合にはその中のゲームで、えー、勝ったとか 友達に褒め、仲間に褒められたとかですねあの、ランクが上がったとか、そういうふうなそのお金以外の部分がその依存の,その大きな要素になっていることなのであの、ギャンブルと同一には考えられないというふうに思います。あのうん、それから、あの今あの、ご指摘のあったあの課金の話でございますけれども、確かにわれわれの病院にお見えになっている方々、特にあの成人の方々は課金の問題が多いです。 そのお金も数百万から数千万のまであの課金であのやっている方々もいらっしゃるわけで、であの先ほどもちょっとあのお答えしましたけれども、この課金もそのお金を目当てにしてお金を払っあの課金お金使っているわけじゃなくて、いるので、えー、必ずしもこれがギャンブルかどうかということについての議論は、あのまだあの世界的にもです、ね、あの定着していないというのが今の状況だと思います、はい、山本太郎君。 ありがとうございます。まあ、そのスマホのゲームですけれども、まあ、これ依存症になる理由といいますか、あのまあ、例えば脳の動きでとかわかります。どういう影響を与えてとかっていうことがえっ、ー、ともしもえっ、ー、と私にもわかるように中学生でもわかるように説明していただけましたら助かります。はい、日口参考人。はい、あの、えー、ギャンブル依存症の脳の中のあのなていうかこの変化というのと。 それからゲームの依存症の脳の中の変化っていうのを比べた論文っていうのがやっぱあるんですねでそれを見るとよく似てるというふうなことが言われています先ほどもちょっと申し上げたとおりあの何かきっかけになるものを見ると非常に脳が強く反応してそのやりたくなるということとかそれからあとはあのおえー こうギャンブルもこうだん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 やっていくとだん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 その、えー、興奮が得られなくなってくるのでさらに掛け金を増やしていかないといけないような状況になるんですけどやっぱ脳の中で同じようなあのことが起きてますこういうのはあの報酬欠乏というふうに言ってますけれども。それからまあさらさにあの 脳の中で,です、ね、あの依存が進行していくと、いわゆる理性の脳というのがありますが、この前頭前野というところですけれども、ここの働きが落ちてきて、あの本人の,その行動をコントロールするのがますます難しくなるような話があって、こういう単位のものって、ギャンブルの依存症とゲームの依存症はよく似ているというふうなことが言われています。ですから、あの脳の中のメカニズムはよく似ているということですが、実際の,そのあのり方っていうのはちょっと違います、はい、山本太郎君。 えと栗浜のギャンブル依存外来で、約90%の受診患者の方がパチンコスロット由来といいますか、えーと、そこを楽しまれて結局、依存にまで至ってしまった方々がほとんどだと、えー、外来の約90%がそういうふうに該当するということですけど、どうしてここまであの圧倒的な数といいますか、パチンコスロットが依存者の数が増えるっていうような形になっているのか、なんかその理由みたいなものって何かあるんですかね。 はい、清参考人あのお答えします、えー、これにつきましてはです、ねあのーえー、それを明確にこの示したような論文とあまり存じ上げません、ただまあ一般的に言われているのは、あのー、やっぱり先ほどの、えー、アクセスしやすいと、いつでも長時間空いてるし、それから場所も1万件ぐらいありますので、そういうような点が大きいのではないかというふうに言われています。 あの現にわれわれの先ほどの,あの万人全国1万人の調査の,あの報告をいたしましたけれども、あの中で、えー、SOGS で、えー、ギャンブル等依存症が疑われる方の中で、どこに一番お金を使っているかというのを見,ま見てますけれども、やはりあのパチンコする人が一番お金をたくさん使っているというふうなことなので。 あのそれは外来の数で90%がパチンコあのスロットに依存しているというのと、まああのえー、共通しているのではないかというふうに考えます、はい、山本太郎君。このアクセスのしやすさ、まあ、あのパチンコをた、たくさん楽しまれる方々がいらっしゃって、でどのまあ、大きな駅には大体どこにでも、まあ、小さな駅にでもますけど、パチンコのホールがあって、このアクセスのしやすさっていうのがひょっとしたら、えー、とその数。 依存につながる数というものの大きさに増えていくんじゃないかというお話なんですけど、これ、アクセスしやすさといったら、スマホのゲームなんてもっとアクセスしやすいわけですよね、いつもポケットのカバンの中にあるわけですから <laughs>、一息いかなくても、場所を移動しなくても、その場で空いてる時間でできてしまうということを考えるならば、これ、依存症ということは、おそらくこれらのギャンブルの依存ということの比にはならないぐらいの勢いにまで、これ、発展していく可能性っていうのはあるんですかね、はい。日口参考人 はい、あのお答えいたします、えー。可能性とすればあるかもしれませんけれども、それを裏付けるようなデータが今、ございませんので、今のところは何とも言えないというふうなことでございます<上>、はい、山本太郎君。 なるほどあの、まあ、結果が出てしまうとかなりまずいことになってしまうといいますかいろんな科学的なその、えー、と全て検証された後の結果を受けての動きというものになってしまうとなかなか難しくなってしまうので先手先手を打つようにおそらく政治が、えー、と主導していくというかおそらくそのスマホゲームに関しても依存症対策でしっかりと組み込んでやっていくというような決意というものが必要になっていくと思うんですけれども。 あの先ほどスマホのお話をお伺いしましたそれが脳に与える影響であったりとかってこともあったんですけどもこれは、えっと、同じ画面を見つめ続ける、えー、という部分に関してはおそらくパチンコスロットとかっていう部分に関しても、えー、と共通する部分があると思うんですね EGM って呼ばれるものでしたっけ、えー、エレクトリックゲーミングマシン、まあ、繰り返される映像音声によって脳に強烈な刺激を繰り返して与えるということでえっ、ー、と 依存の状態に引きずり込まれる可能性がある、そのような研究結果というものも散見されるんですけど、このことに関しまして、先生はいかがお考えでしょうかはい火口参考人あの、えー。先ほども申し上げましたけれどもあの、ギャンブルの中の種類の中で、どういうふうなものが依存しやすいかということを脳科学的に調べた、そういうふうな研究がございまして、これはあの。 かなり著名なギャンブルの学者が集まった研究のグループのがやったものですけれども、やはりその EGM は非常に依存性が高いというふうなことが、その中で指摘されています。で、まあ、その理由については、先ほど申し上げたとおりでございます、はい、山本太郎君、ありがとうございます。 これああのつ、続いて西村先生にお伺いしたいんですけれども、まあ、あのおそらくパチンコスロットの業界というのもかなり努力をされていて先ほどおっしゃっていた要は、ねえー、とホール内に貼ってもそんなに反響がないだろうからまずその貼られているものを掲示物と一対一になるトイレに貼っていくというようなご努力もされていたりとかで年間8000件ぐらいの方々がアクセスされてきたりとかというようよなことを事前に呼んだりもしたんですけれども。この 根本の部分 EGM っていう部分に関して業界としてこう取り組んでいくっていうことを自主的にやっていくっていうのはおそらくハードル的には高いと思うんですけれどもここなかなか政治の中で進まない部分でもあるので逆に業界的にこれを取り組んでいく要は脳への影響を低減させていくっていうようなことを進めていくっていうことはなかなか難しいんですかね。 はい、西村参考人これも機械メーカーの意図ですので、私が何とも答えられないんですが、ただ、あのこのパチンコの問題には2つあって、1つはの接近性、近接性とか、まあ、アクセスの話ではパチンコホールの話になっております、でもう一方、広告の話もそうです、もう一方は、これらはすべてあの、まあ、国家公安の内域ですね、その中で決められた、もう規制がかかった機械しか使えないという状態なんで、これはホールは選べない。 やっぱ2つの側面があってそれぞれがどのような責任を分担するかっていうことがそもそも立て付け上明確でない何をちゃんと調査しなければいけないかっていうことはやはり今まで一度も明確化されてないというのはそこについてそれが何となく見えるパチンコ屋さんが悪いという言い方になって。 とといいいうこころはやはやり感情論にななってててエビデンスが出てこない原因だと思いますただあの先ほど言った日光州社会安全研究財団の研究というのはこれはパチンコの機械を作ってる団体がこの調査として自分たちの数値をこれ一切干渉はないですあの厳密にその調査費用を出しながらやっているということに関してはやはりこういう取り組みが少しずつ進んでいるのでよりもっとこういうことをちゃんとやったらどうかっていうのはむしろそこは政治の方が から、えー、こから提言、投げかけていくというのはあるかというふうに思います、はい、山本太郎君。そうですよね、まあ、業界の努力に任せるみたいなところでずっと来てたという部分で、えー、来たわけですから、ここはやはりそのような疑いがあるといいますか、えー、脳に影響を与えるという部分があるんだあ、可能性が少しでもあるんだったら、国からの規制というものをしてもらえるんだったら、もっと話は早い部分だと思うんですけれども、えー、山口先生にお聞きしたいと思います。えー、先ほど 田村先生とのお話の中で、えー、ボランティアで多くの方が参加してるんだともうカツカツというよりも,もうほんと現場の善意に頼りきっているっていうことがもうよく分かりましたもし国が、えー、予算いくらでもつけてあげるよということを言ってきたとしてごめんなさい、例え話でだとするならばいくらぐらい。 で、そのいくらのお金を、どういった部分に、自分たちの活動、どういった部分に当てたいのか。一番台所事情、苦しい部分を教えていただけますか。はい、山口参考人。あの、きお、あの、ありがとうございます。あの、そう言っていただけるとか、なかなかなくて、私どもはもう困窮者事業、困窮者の支援であるだとか、多重債務なんですね。そしたら、あの、先ほど西村先生も言われた通り。あの、いろいろ公的なところの助成金を当たるんですけれども。 あの公共性がないという一言で全て切り捨てられることがありますのでもういつもサポーター代一口500円から広く募ってますけれどもなかなか昨今集まりが悪い。でそこに来てあの弁護士 司法書士の先生以上は実は実一口5000円サポート代をき払っていたちはボランティアで来てくださって無料報酬の上5,000円を払わされるというで,ですのであの一番ここは声を大にしてもし予算が取れたのを狙えれば日頃あの無償で働いていただいてかつサポート代を多額にも出していただいてくれている先生たちにはきっちりとあの最低のローをの。 基準の時給がお出しできたらというふうにも思っております。で、あとサポーターの育成費用、これがとても重要になってくると思います。で、どうしてもあの時間を割いてあの教育をしていかなければならない。またその人材の募集もしなければならない。あと啓発活動、私たちのところにつながった人は本当に死なせませんから、それだけ自負があります。しかしながら、あの繋がらなかった人がどのぐらいいらっしゃって。 なくなったのかっていうところも、ちょっと気にはかけていますので、啓発活動と、でそれもすべてあの含めまして、大体いただけるのであれば、年間600万ほどあれば、かなりのことができるのかなと指します、はい、山本太郎君、年間600万あの、今、私たちにつながれば、絶対に死なさないと。 それは当事者の方もでそのご家族も、えー、誰も、えー、命を絶つようなことにはしないというぐらい手厚いことをボランティアでやられているというのが非常にボランティアだけじゃなくてしかも会費まで <laughs> 先生方全員から、えー、上乗せしていくという状態になると回らないこのような団体に対してポーンと600万ぐらい出すぐらいのことを当たり前にやってこなかったとっいうのは非常に不思議なんですけどもこれをきっかけにやっていく。 行かれることがあればいいんですけど、プラス、やはりその当事者たちに対して、な、え、ん、ー、でしょうね、それを克服していくための経済的な軽減という部分は必要になってくるんですかね、山口さん。 本当に今までは私たちの事務所にいついつ来てくださいって来てくれる方が多かったんですけど、ここ最近、電車代がありませんという方が多いんです、なので私たちがその交通費も電話取った人がもう交通費を負担すると、で現地まで行く、食べるものがない、とりあえずあのフードバンクともつながってはいますけれども、その時にあるかといったら、必ずあるものではないので。 当面の食費等あと携帯電話切れたらね、連絡ができなくなるのでその辺の部分の費用というのもこちらで負担しております<上>はい、山本太郎君時間が来たようなので終わりたいと思いますありがとうございます <laughs> 以上で参考人に対する質疑を終了いたしました参考人の皆様には長時間にわたり 貴重なご意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。委員会を代表いたしまして、厚くお礼を申し上げます。ありがとうございました。